新型コロナウイルス感染確認者数は、日本の感染者数が619人と表示されていました。このうちの500人以上が、クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の乗客乗員だと思われますが、感染確認者の増加の速度が速すぎて、現状が把握しづらくなってきました。クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号での感染者数の急増ぶりは、グラフ1でもわかります。中国以外での感染者数とクルーズ船の感染確認者数を示したものです。まさかこの状態のクルーズ船の中で、人と人とが濃厚接触をしているであろうとも思えず、それぞれが部屋に閉じこもっているであろう状態での、この感染力の凄まじさは、エアロゾル感染の可能性を感じさせるものです。海外のニュースで注目すべきことの一つは、中国での医療従事者の感染者数が大幅に上昇していることでした。2月17日に、中国疾病管理予防センターが発表した報告によれば、医療従事者の感染者数は3019人となり、そのうち1688人が重症と報じられています。報道では、次のようになっていました。ここから、武漢、肺炎ウイルスに感染した医療従事者は3000人以上に、2月17日に、中国疾病管理予防センターが発表したレポートによると、仕事中、または仕事外で、3019人の医療従事者が、肺炎コロナウイルスに感染し、そのうち1688人の医療従事者が重症だと報告された。武漢の救命救急スタッフのうち、23.3% は湖北省の他の地域の医療従事者だ。しかし、中国共産党の国民健康委員会の副局長は、2月14日午後の記者会見で、全国で合計1716人の医療従事者の感染が確定したと報告していたが、そのたった4日後に、CDC が発表したデータでは医療従事者の感染が3000人を超えているのはなぜだろうか。ここまで。中国国内の情報は、隠蔽というより混乱しているというのが実情でしょうが、多数の地区が閉鎖や外出禁止になっている状態では、患者数の実態をつかむことは難しいと思われ、現在、中国の新規の感染者がデータ上で減少しているのは、それが原因かもしれません。